常磐線には10時18分発の快速新潟行きが到着いたします。常磐線に快速の新潟行きが到着いたします。この列車は2度発車いたしますと亀が新潟の駅に停まります。各駅停車の新潟行きは10時22分乗り場は5番線、各駅停車の新潟行きは5番線、柴田行きは10時4分乗り場は3番線。亀田で降りのお客様、ご乗車ありがとうございました。まもなく亀田に着きます。お出口は右側です。亀田を出ますと次は終点新潟に停まります。まもなく亀田です。ご乗車ありがとうございました。あと3分ほどで終点の新潟に到着いたします。皆様お忘れ物や落とし物をなさいませんようお支度をしてお待ちください。あと3分ほどで終点新潟に到着です。新潟駅は9番線に入ります。お出口は右側です。新潟から上越新幹線ご利用のお客様、特急318号東京行き山内新幹線ホーム13番線から11時19分の発車です。白新線、羽越線、東新潟、新崎、豊坂、柴田、中条、坂町方面普通列車の村上行きは1番線から10時43分です。その後、特急稲穂3号坂田行きは2番線から10時58分の発車です。特急稲穂3号坂田行きをご利用の際は乗車券、定期券とは別に特急券が必要です。変わりまして越後線白山関谷寺尾方面内野行きは2番線から10時40分内野よりも先越後赤塚牧方面吉田行きは3番線から11時20分の発車です。なお新潟駅から連絡列車をご利用のお客様、
発車ホームは臨時に変更となる場合がございます。新潟駅に到着後、再度電光掲示板案内放送でご確認ください。また切符を車内でお買い求めのお客様、車内でお買い求めになった切符は自動改札機が通りません。切符を車内でお買い求めのお客様は駅員のいる有人通路をお通りください。本日は快速列車新潟行きをご利用くださいましてありがとうございました。まもなく終点の新潟に到着いたします。お出口は右側9番乗り場の到着です。持っていくの忘れてる。じゃあ次どこ行こう。